まずスタートですねスタートは6番の鳥取選手が取りに行きましたので、4番の小川選手、これから上昇していって、前ですね、そしてその後ろには三谷選手が位置していますので、三谷選手、稲川選手の2人が前から2番目のラインとなります、その後ろ、前から3番目のラインですね、北井選手、佐藤慎太郎選手、和田圭選手、ここは南関東と東北のラインが前から3番目のラインです。 そして、えー、最高峰ですね、えー、ここは9番、3番です、佐々木悠希選手に諸橋選手、えー、ここが関東勢が最高峰という形になりましたね、もうこのレースは、えー、まず佐々木悠希選手が後方からというところがね、えー、ちょっと展開想定とは私と違ったんですけども、まあえー、ここは佐々木選手も、えー、結構意地を見せるようなレースをしましたので、まあ、やはり戦ってるなという雰囲気を出してくれましたよね。 北井選手が佐々木選手のラインの前にいますので、これから蓋たをしに行きますけどね、その辺の攻防というのも、また楽しみですよね、前を取った鳥取選手です、初日、非常にいいレースをしましたね、前を取って引いて、菊池武人選手を叩いて、しっかりと粘って3着まで入りましたから、調子には申し分ないですね、あとは小川祐介選手、5着で繰り上がりましたからね、昨日は 武田選手に打ちを突かれたんですけども、も番手でしっかりと援護をしてましたのでね、調子も問題ないと思います、やっぱりね、3コーナーではチャンスありましたから、前に踏む、番手でね、前に踏む姿勢もありましたので、まあ、ここは小川選手もいいのかなと思ったんですけどね、まあ、その辺も惜しいなというところですよね、残り2週半で後方から佐々木悠希選手が上昇してきて、ここからレースが雲行きが怪しくなってきましたよね。 えー、佐々木選手が北井選手の外側で、えー、蓋をしています、えー、そして少しね、お互い肩を出し合う感じで、少し体を当てながら、意地になってますよね、この辺ね、えー、なのでやはり、えー、バチバチしている感じなんですけども、えー、北井選手はね、佐々木選手に押し込まれて、えー、仕掛けるタイミングをしましたよね。で、えー、ですのでここは前を取取った鳥取選手が スピードを上げて押し出せれる形で主導権なんですけども、まあ、ここは鳥取選手も踏みながら位置を取ればいいのでやっぱりスピードを上げていいペースで先行しましたよね。 そして番手手には小川雄介選手です後方から北井選手が一気にまくってきて、できるぐらいの勢いではあったんですけどもね、ここは鳥取選手のスピードの上げ方が非常に踏み直しが良かったですよね、三谷選手がブロックをしながら前に踏むんですけども、小川祐介選手も前に踏みました、三谷選手と小川選手のもがき合いの感じになったんですけども、外から佐々木悠希選手がねよく後方から伸びてきたなと思います。田川選手もブロックをししながら、ね、前に踏みましたので このレースは三谷選手積極的にね仕掛けていったのが高層したと思います2番9番5番です三谷選手佐々木裕樹選手稲川選手で第9レースが終了いたしましたはいありがとうございました稲川選手4コーナーからだいぶ外にね持ち出して改めて今見たんですけど、はい、あれやはりこう外を牽制するような感じでこう踏んでるんでしょうね抜、ね、かさせないようにねうよく自分もされましたよおっとととってなりますからね相当余裕ありそうですね余裕ありますよね